墙成排的飞机模型，这里不是博物馆，而是机场饭店诺富特大厅的展示区。墙上橱窗内的模型大约有260架，陈列包括彩绘在内各式机型，饭店也会不定期的依照主题设定来做更换。至于天花板悬挂的从前头华航第一架飞往日月潭的班机，到后面最新的青羽航空机型，等于是一部台湾民航简史，相当特别。挥别旅游停滞的这几年，诺富特特别指出，目前回流客数平日来到过去的6-7成，假日也回不到8成左右。晚饭时段的西式自助餐满满都是人，二楼的中餐厅更是高朋满座，主厨钟安富端出多种食材，熬出8个小时的一品花椒佛跳墙、脆皮叉烧，还有翠玉毛豆金瓜带子酱、百花酿油条以及镇江香醋蜜肉排，让人停不下筷子。想要品尝这些低调又人气的隐藏版美食，可得提前定位。到日本大阪来看看，位在凌空城站前的欧莫关西机场，3月份才刚开幕，上门外国游客最多的其实是。ちょうど開業してから今までで言うと半分半分 50-50 かなと思ってます。もともと我々7割ぐらいがインバウンドのお客様で、3割が国内のお客様というふうに想定していたんですが、今のところ少し国内のお客様の比率が予想していたより多い。だんだんこうインバウンドの方が増えてきたかなという感じですね。台湾が多分一番多いですね。はい、アジアの中でも、まだ中国がそれほど完全に戻ってないということもあるんでしょうけども、一番多いのが台湾で、その後香港、韓国というようなのが私どものホテルではそういう状況です。进门就是招牌的周边景点，还有美食刀烂大浴场、棒电浴池以及半露天的汤池，超级夯，而且还开到凌晨1点。饭店内处处有飞机，大厅摆着一架超大型的金色飞机模型，工作人员的制服也都是。连餐厅的饮料券跟房间的茶杯抱枕都绣出可爱的飞机图案。飛行機のデザインを各所にあしらったりとか、あとやっぱり楽しんでリフレッシュしていただく大浴場ですとか、眺めのいいダイニングでお食事を楽しんでいただくというようなことも合わせてご提供していきたいと思ってまして、それを表現したコンセプトが空近ファンタイムという、空に近いそしてファンタイムを提供すると。欧某关西机场的餐厅在21楼，吃饭搭配日夜的海景可以看到饱。晚餐简约精致不多，每天固定4种迷你版的现做大阪烧，必须要体验。机场饭店最大的特色多半是拥有观看飞机起降的最佳视野，而台日两地的机场饭店强调结合在地特色，大推暖心系的贴心服务，希望大小旅客能将饭店列为好吃好玩好享受旅游行程的一部分来细细体验。 TVBS 新闻洪富华、徐启邦，日本大阪采访报道。